皆さんこんにちは、ホッシーです。今日も商売でやっていきましょう。今日の動画はですね、こちらのウェブイベントであるレコードポイントショップ、こちらでね、交換できるおすすめ選手とかアイテムについてお話ししていこうかと思います。で、まあこのポイントなんですけど、1周年記念して、選手の成長に応じて付与されたポイント、これを使って交換していきます。ちょっと前にね、今だったら何ポイントもらえましたよみたいな表があったと思うんですけど、それを参考に今回もらえてますね。1960ポイントは結構多いと思います。今このもらえたポイントで、ここのアイテムとか選手を交換していくといった流れになってます。で、まあ最初に結論から言いますと、正直選手と交換するのはお勧めしません。なぜかっていうと、まずこの選手たちのそのスキルブーストがこれなんですよ。 RB スキルブースト、これになってくるんで、まずこれをね、めちゃくちゃ集めないといけないっていう、それがすごく大変なんで、多分今その特にね、強い方、結構最初からやってる方はもうスキルブースト多分18、19までいってると思うんで、それまでね、これを上げていくっていうのは結構大変な作業なんで、それを考えると、まあこれは取らないで、アイテムとかと交換するのがいいと思います。で、選手の能力に関してなんですけど、あそこじゃ見れないんで、このストアのね、これですね、ここから見れますね、こうやって。で、まあ、パッと見たんですけど、まあ、強いのはこのロナウド。これはね、多分相当強いですね。逆足も4あって、しかもね、このロナウド、なんとね、ルーレット持ちなんですよ。今までルーレットじゃなくて、だいたいレインボーだったのかな、ロナウドは。これはね、めっちゃ強いと思う。で、スキルブーストに関しても、ここですね。こっから見れるんですけど、ここにあるやつですね。結構ね、上がる能力いいんですよね。瞬発、ダッシュ、スピード、決定力、シュートパワー、ポジショニングと。まあ、これいいんですけど、やっぱさっきも言ったように、貯めるのが大変なんで、これどんな感じなんだろう。1でしょ ?2、5。これ一緒かな ?1、2、5でしょ ?1、2、5。やっぱね、その20とかまで行くの大変なんで、今取ってね、使うのはきついんじゃないかと思います。ってことで、選手ではなくて、このアイテムたちがすごくお得ですね。個人的にお得なのが、まずこのコイン。これめっちゃいいですね。200万コイン。やっぱね、上に行けば行くほど、そのスキルブーストとかで使うコイン量が多くなって、結構コインなくなるんで、これは交換した方がいいと思います。あとは、このルーレットキー、プラスと普通のやつ。これもね、600なんで、これも交換するべきです。20連回せるんで、ルーレットキー。次が、まあ、あとランクアップ素材と、あとこの TP もいいかな。これもめちゃくちゃお得だと思います。まあ、スキルブーストに関してはね、その、RB 選手、レコードブレイカーの選手を使う人は交換するのは全然いいと思いますね。レジェンド選手はなしだな。これは交換しなくていいですね。まあ、この進化素材も交換しなくていいかな。ってな感じですね。ほんと選手に関しては、ストアでも正直手に入るんで、ここで。買えるんで、この選手パックで。まあ、これ2000 FB でね、3から6の選手当たるんですけど、まあ、これロナウドとか見るとめっちゃ強いんでね。上がる能力がめちゃくちゃいいんだよな。スピード、決定力、シュートパワー、ポジショニング、瞬発力っていう。ロナウドマジ強いな。ロナウドだけ取ろうかな。これは強いと思う。まあ、さっき言ったやつ交換していきますね。レコードポイントの、まずは、ルーレットキー。これは絶対交換する。はい。あとは、もう一個。ルーレットキー、これ1。あとは、1000万 TP。こちらですね。あと、ロナウドだけ取ろっかな、ロナウド。これ多分強いな。これは取った方がいい気がする。これ取りましょう。ロナウド。あとは、誰かな。スキルブースト取ろっかな、フォワード。これ何個くらい取ればいいんだろう。ちょっとわかんないな。まずとりあえず、5個取ってみようかな。いや、10個取ろっか。10個取ってみて、これで500ね。あ、これロナウドゲットね。はい、来ました。いや、かっけえな、ST。はい、来ました。あ、もう飛ばしちゃった。あ、これも飛ばせるようになったのか。来ましたね。で、これどんぐらい上がるのか、スキルブースト500あって。まずそれをちょっと見たい。500あれば、まずは3でしょ。4行く。5行く。6、7、8、9、7。10レベルするだけで175使うんで、これやっぱきつい気がするな。あと何あるんだっけ ?960 でしょ。あっても、あと何回だ ?1000 個。何回できる ?20 回できる。20。40あって、これ2000個でしょ ?2000 個だと、この5ぐらい上がるのか。どうだろう。これ交換してもいいのかな。このね、個人的にこのランクアップマスター素材、これをね、交換したいんですよ。どっちがいいんだろう。すごく迷いどころだな、これ。コインちなみにいくつある?うわ、コインもないもんな。迷うな、これ。ロナウド誤信して使うんだったら、全然ありか。どうしようかな。こっちにしよっか。
これ20個いきますか。はい、これで交換と。これでどんぐらいいく？あとあれか、コインも買っとこっか、560なんで。これを、これ10個買うよ、普通に。100ポイントでしょ？これ2000万もらえるんだもんね。これは買おう。で、まあ、1000個手に入ったんで、このスキルブースト上げていきましょう。こちらですね。10でしょ？いや、きつ。14ぐらいまで上がんのか。12、13か。はい、13まで上がりましたね。はい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 。もうちょい上げれそうだな。もう全部いっちゃおう。ロナウドを誤信にするという強い気持ちを持って、これを、あと何個あるポイント。460、これ全部交換しましょう。はい、これ全部使い切りました。まあ、このレコードポイントも、1周年感謝プレイキャンペーンの、ここでね、こうやってもらえるんで、こうやってね、こんな感じで。これ使ってまた交換すれば、それなりに上がるのかな？スキルブーストも上げれるのかな？うん。なんでまあその1個に決めた方がいいですね。全部まんべんなく上げようとすると大変なんで、フォワードの選手使うって言ったらフォワード上げるのがいいし、ディフェンス使うって言ったらディフェンス上げるのがいいしって感じですね。個人的にやっぱロナウド一択なんで、やっぱロナウドおすすめかな。あとサラーとかもいいかもしんない。またこれね、スキルブースト上げていきましょう。よいしょ。何まで上がるこれで。これで、はい、いった。14。15か。これ15と。またやっぱさっきのその交換分使って、もらえる分ね、使って、17ぐらいまで上げれそうだな、スキルブースト。まあ、17まで上げれれば、全然いい気がする。あとはこの、ロナウド選手ですね。110のどこ行った？ 111 か、これ。これを、どんどん、進化させていきたいと思います。バガー能力強いな。その、プラス30が、マックス限界値なんで、そこまで多分上がるんで、17ぐらいまで行けば。なんでやっぱ一人だな、交換しても。ぜひちょっとこれね、参考にしてやってみてください。ロナウド絶対強いだろ、これ。ルーレット持ちってのがやばいから、今回。このロナウド、育成して使っていきたいと思います。それのね、使用化の動画なんかも、また今後出していければなと思っております。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。